さて、へんてこりんケース時計もですね、そろそろ、終わりにしようということで、まずこれがですね、でポコンと開けると、あれ、これパテントになってるんですけども、こうやってこうデスクウォッチになりますね。なかなか面白い時計。これなんかパテントが入ってますね。だってこうやるとですね、ピタッと収まる。こうやるとこうやってこう、うまくできてますよね。メーカーはですね、なんか大したメーカーじゃないですね。あとでちょっとこれ中開けてみましょう。まだ開けたことないんで。まああとはまあこういうね、あの当時はベルトにバックルを時計にしてしまうというね、こういう構造の時計、いろんなメーカーで出してますけど、これはセイコーのですね、バックルを時計にしてしまうという発想ですね。まあ実用的ですね。実用的というか、実用的に作ったものの全然実用的じゃなかったっていう時計ですね。まあこれもそうかもしれませんけど、はい、このわけのわかんない、ヘンテコリンケース特集のこれがもう最後になりますね。変な時計です。